ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はローリングストーンズだった男イアン・スチュアートについて触れてまいります。ストーンズのブライアン・ジョーンズはすごいピアニストがいると他のメンバーを説き伏せ、イアン・スチュアートをピアニストとしてストーンズに迎えました。ピアニストとして確かな腕を持つイアンはすぐにストーンズに溶け込みました。しかしストーンズのマネージャーはイアンのルックスがストーンズに合わないという理由でイアンをストーンズから外します。それでもイアンは腐らずにロードマネージャーとしてストーンズに帯同することを決意します。ストーンズメンバーのイアンに対する信頼はますます厚くなり、いつの間にか6人目のストーンズと言われるようになります。ストーンズが様々なジャンルの音楽に手を出すもブルースから外れなかったのはイアンの存在があったからでした。80年代半ばストーンズの活動が停滞し、メンバーの不協和音が伝えられる中、1985年12月突如イアンの訃報が流れました。まだ47歳という若さでした。グループのご意見番ともいえるイアンを失ったことでストーンズは一気に解散の道へ進んでいくのです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はローリングストーンズだった男イアン・スチュアートについて触れてまいりました。